久保さん。まだ終わってないっすね。今年。まあ今年終わる終わらないっていいですよね。ネタにできて。僕と久保さんとかあんまり、僕なんかもうあんま変わんないんすよね。なんか一日一日変わんないんで、曜日感覚もないしも、もはや。ただ世間がなんかあだこだやってるだけで。うん なんかでもまあでもでもなんか気持ち的にねあなんか開けるんだなみたいななんかすがすがしいですけど別に明日には変わんないし、うん、春夏秋冬で寒くなったなぐらいじゃないですか <laughs> うんなんかまあ一日をなんか今年をどう過ごしたかとか来年をどう過ごすかじゃなくて一日をどう過ごしたかが結局 あの宝くじをこうゲットできるかゲットできないかっていうのがあるんじゃないかなと思いますね一、うん、日一日をどう過ごしてるのかっていうまあ本当その積み重ねだなと思いますねい、うん、ってらっしゃい